にちは。スピリチュアルの女神です。孤独なサイレント期間、心がえぐられるような悲しみに包まれながらも、ランナー逃げるものについての理解を深めたくてこの動画にたどり着いたあなたへ。女性霊の元から逃げ出したランナーの心の中は苦しみ、後悔、辛さでいっぱいになっています。女性側は逃げ出したのはそっちなのにどうしてと思うこともあるかもしれません。しかし大前提として覚えておいてほしいことは、男性霊はあなたのことを嫌になって離れていったのではないということです。きっかけは魂によって様々ですが、ツイン霊と出会うことで男性霊は自分に自信がなくなってしまいます。ビジュアルの差、学歴の差、収入の差などといった目に見えてわかるものから、精神年齢の差、器の差、経験値など目に見えぬものまで彼女と自分を比べてしまい、自分の方が劣っていることを悟るのです。そして俺は彼女にふさわしくない男だと悩みます。そうしていくうちに、女性霊と一緒にいる時間が苦痛になってしまうのです。逃げ出したランナーの心理の一つとして、辛いという感情が挙げられます。この辛いはどこから来ているかというと、今まで目を背けていた自分の弱さを目の当たりにしなければならなくなったのです。この世で巡り合ったもとは、一つの魂の片割れは会った瞬間から猛烈に叱れ合います。1分1秒たりとも離れたくなくて一緒に暮らし始めたり、四六時中連絡を取り合ったり、毎日のように求め合うツイン霊もいるでしょう。しかし男性霊は次第にその関係が窮屈に感じるようになってくるのです。二人でいることになれ、お互いが気を使わず空気のような存在になってくると、誰だってどうしても相手に甘えてしまいがちになります。特に女性霊は本能的に守ってほしい、大好きな人からの愛情をたくさん感じたいという感情が芽生えやすいですから、男性霊に甘えてわがままを言ったり、好きすぎるあまり依存してしまうこともあるのです。そんな時、男性霊が成熟していれば女性霊のすべてを受け止め包み込めるでしょう。しかし男性霊も魂の成長の途中、女性霊から寄りかかられるとしんどくなって、自分はこんなにも余裕がなくて弱い人間なんだと思い知り、辛くなり逃げ出したくなってしまうのです。逃げ出した彼の心理には後悔する気持ちもあります。自分から逃げ出しておきながら、なぜ後悔するのかと思うでしょうが、彼が後悔の念に苛まれるかというと、あなたに対する愛情を持っているからです。彼は嫌いどころか、むしろあなたのことが好きで好きで愛しすぎているからこそ、自分の不甲斐なさに嫌気がさして何もかも嫌になってしまうのです。いても立ってもいられなくなり、愛情を持ちながらも離れてしまった彼は、自分で決断したにもかかわらず自分の決断にショックを受けます。離れた後で女性への気持ちがこれほどまでに大きくなっていたことに、離れた後で気づくのです。逃げた彼が思いに気がつく幸福、ランナーの幸福とは、チェイサーへの愛に気づくことです。まず男性がランナーとなり、チェイサーの前から姿を消してしまう理由の一つに、彼女からの愛の重さに耐えられないということが挙げられます。男性から見たら完璧と思われることが多い女性霊ですが、彼女の魂も彼と同じように未熟です。その心の弱さから彼に甘え寄りかかり依存してしまう、運命の人を手放したくないあまり
鬼のように連絡を送り続けたり束縛したりストーカーのようなことをしてしまうこともあるかもしれません。大きくなりすぎてしまった気持ちを一旦フラットに戻すためにもサイレント期間は二人にとって起こるべきことなのです。お互い根本にある気持ちは好き同士なので離れ離れになることは辛く苦しいことに変わりはありません。しかし離れ離れになったからこそ見えてくることもたくさんあるのです。ボロボロになっても諦めず相手の幸せを願う、それが会えない時間にお互いの信頼関係を深めていくことにつながります。彼はチェイサーの愛にこそ降伏するのです。逃げ出すランナーの気持ちに一つに相手の愛が重すぎるという理由がある。なぜこのように思ってしまうかというと、彼は彼女から向けられた深い愛情を受け取る覚悟が持てていないからでもあるのです。自己肯定感が低いから小指や金経歴を持つ彼女に萎縮してしまうから。理由は人によって様々。彼は本当は嬉しいはずの愛情に恐怖を感じ、真正面から向き合おうとしないのです。離れ離れになることで様々な気づきをします。今まではただあなたからの愛情が深すぎることに対して俺は同じだけの愛情を返せないと思っていたけれど、見返りを期待する愛は真実の愛ではないことに気づくのです。そしてまた彼女から向けられてる愛は無条件だということを知ってハッとします。無償の愛を注いでくれる魂の片割れに対して少しずつ彼は深い愛情を受け止める覚悟を持ち始めるでしょう。その覚悟ができた時、二人の運命は動き出し再会を目指すようになるのです。自分の元から逃げていったランナーを責めたくなることもあるでしょう。どうして私の元からいなくなったの、運命の相手なのに、と。しかし運命の相手だからこそのサイレント期間、今こそ魂が成長する最大の試練の時で、これを乗り越えられたらこの世の楽園にいるような幸福な日々が待っていることでしょう。離れ離れになり彼は気づきます。本当に向き合うべき相手は自分であったことに。そしてチェイサーとなった女性は彼を信じて待つことが最大の試練です。そうやって自分自身の弱い部分向き合って成長を果たした時、運命はやっと動き出すのです。真実の愛を見つけた二人には終わりが訪れます。統合へと向けて最終段階に入るのです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。